皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。今は前回手に入れた鍵で赤い扉を開けたところね。さて、何が待ち受けていることやら。さて、道なりに進んでいったら階段があったね。おや、またあの子か。ここからが本番だよ。今まで以上に気をつけてね。どうやら前回までは本番じゃなかったみたいね。嘘やん。そしてどうやら前に見つけた文書の束の解読が終わったみたい。仕事が早すぎる。何かの手紙ね。どうやら何かの種の実験場みたいなのがあったみたいね。その実験をしてた文書があったからより霊の種がある可能性が強まったってわけだ。そして俺たちが集まった理由とかもある程度分かった感じかな。いろんな目的を持った集まりって感じね。お、新しい敵、サラマンダーに耐火スライム。可燃性スライムから一気にレベル上がったわね。急に炎が通用しなくなった感あるな。魔法使い大丈夫かこれ。スライムは文字通り耐火だろうし、サラマンダーも炎系だろうしね。そしてこの付近のギミック、魚の向きを変えることで水を持ってこれるみたいです。水を持ってきてどうするんだって感じだけど。水をかぶれるみたいね。効果としては受ける火炎ダメージが半分に。これあれか、この火炎ダメージ半減の効果を利用して攻略していくって感じか。半分って相当減るけど、もともとが強い感じなのかしら。さて、水に濡れたし一回戦ってみようか。耐火スライムとサラマンダー一体ずつ。ちょうど敵を見るにはいい相手。サラマンダー、炎は吐かないけど体当たりで着火してくるみたい。着火か。じわじわと体力が減りそうな効果だね。耐火スライムは炎が効かなくて、打撃もあんまり効果がないみたい。耐火スライムは別に炎を使ってくるわけじゃないんだな。相手は両方普通の攻撃ね。サラマンダーはこれでも着火するのかしら。多分別のアイコンが出てくると思うんだよな。ちゃんと防御するけどね。お、弓はなかなかいいダメージ入るね。2回攻撃で倒せるか。そしてスライムは火器、耐火なだけじゃないわね。普通サラマンダーがやってきそうだけどな。この攻撃耐性は崩されにくいらしいから防御してもスタミナは減りにくいのかな。そして挑発しようと思ったけど、そういや挑発って対象は一体か。敵全体に挑発できる技能が後々欲しいかもね。うげ、弓の攻撃は効くけど斧と杖はダメだな。打撃耐性あるって言ってたし。弓が今のところ効くって感じね。あとは魔法が気になるけど。炎は効かないしな。そうなるとライフドレインしか効きそうなのがないね。もともと防御できない魔法だからこの敵たちにはライフドレインがメインの火力になりそうだね。あとはスライム。さすがにレベルが高いな。杖の攻撃で9ダメージ。弓だと30ダメージ、安定した火力が出るわね。通常攻撃だから、スキルのポイントを消費しないで敵を倒せるのが嬉しいところ。そしてサラマンダーの抜け殻をゲット。なんかこれ欲しがってる人いたよな。サラマンダーの抜け殻を渡す前に部屋の中を見ておこうか。宝箱があって、斧が入ってたわね。なんか通信が来たな。敵に攻撃が効かない場合、武器を変えてもいいんだよって話ね。確かに魔法使いの火力が炎に頼ってるから今の段階だと厳しいのはわかる。後で魔法使いに斧を持たせておくのも考えておこう。サラマンダーの抜け殻持ってきました。装備を鍛えてくれるみたいだね。純粋に攻撃力が上がったりって感じかな。今はいいかな。もっといい武器とか装備が手に入りそうだし。さて、この付近での初めてのボス戦。どっちかっていうと中ボスかな。低いスライム、耐火スライムのボスね。王冠がついてるスライム、前も見た気がするけど多分似たようなものでしょ。蘇生してくるし、人数振り出しかなり厳しそう。とりあえず戦ってみますか。勝てんわ。デジャブ、前もこの感じの逃げ方を見た気がするわ。このゲームのスライム普通に強いんだよ。とりあえず水かぶってこないと無理だ。耐えれん。水に濡れて、ついでにレベルも上げてきました。技能も増えてます。なんと前衛のゴブリン騎士、敵全体に挑発する技能を手に入れることができました。これも味方をかばう技能に必須だったんだよね。
今回の戦闘にちょうどいいからラッキーって感じ。これでスライムたちの攻撃を受け止めてもらいましょう。と言ってもゴブリン騎士が狙われている間はできないんだけどね。挑発をしながら防御するとかなら使えるけど、さすがにそれは便利すぎるし、なんとか隙を見て挑発したいわね。魔法使いは全体攻撃で受けたダメージをライフドレインで回復しつつダメージを与えていきます。世界魔技能見たらエナジードレインだったわ。てか弓使いの回避率めっちゃ高くなってない？後ろのボスの攻撃命中率マイナスになってるけど、距離が遠いからってのもあるとは思うけど、これは嬉しいね。防御しないで攻撃に専念できるってのはこの不利な人数差だと助かるよ。覇気の攻撃は防御しやすい代わりに命中率がめちゃくちゃ高いから相性が悪いね。しかしこれちょうど弓使いと魔法使いしか狙われてないから、ゴブリン騎士に敵全体を挑発してもらいましょう。さて、挑発の間に弓使いと魔法使いにボスを倒してもらいましょう。特に弓使いの攻撃が大事かな。てかダメージは入ってるけど手前のスライムが邪魔で体力がどれぐらい減ってるのかわかりにくいな。しかし挑発できたからあと3ターンは楽でいいね。全体攻撃さえ来なければかなりのダメージを与えれそうだよ。魔法使いもまだマナに余裕があるし、どんどん技能を使っていこうかな。全体攻撃のダメージも回復できるしね。さてさて、かなりいい感じに削れてきたね。もうボスのスライムは倒せそうね。これ水に濡れてなくて炎のダメージを倍食らってたと考えるとゾッとするね。防御しつつ半減デゴとかだから濡れてなかったら10も食らってるわけだし、それだったら多分ゴブリン騎士が挑発中にボッコボコにされて死にそう。さて、魔法使いのエナジードレインでボススライムは倒せたわね。これで復活もないから楽になるわ。問題はもうゴブリン騎士のスタミナもマナも枯渇しまくってるってことなんだよね。もう少し耐えてもらわないと結局スライム3体にボコられて負ける。ゴブリン騎士が倒れる前に1体か2体倒しておきたいところ。しかしここで相手の構え直し、ゴブリン騎士が構え直しできるわ。これは助かる。スタミナがあればまだなんとかなりそう。そして狙われてるのは魔法使い。このターンで1体倒せるね。残りスライムは2体、人数有利になったわ。あとは狙われた人は防御して残った人で攻撃していけばいけそう。というわけでスライムの大群を倒せました。これカットしてるからすぐに倒せてるけど5回ぐらい負けてます。スライム系統のやつら1対1体はそんなに強くないんだが、ボスを含めて群れてくるとかなり強くて困るね。特に蘇生が厄介ね。周りの雑魚敵を倒してもこっちが一方的に消耗するだけだし。そしてこんなところに人が。よくネズミ1匹が精一杯でここまで来れたな。とりあえず柵も上げたし帰れるでしょ。ハンマーとノコギリの札の扉か。この鍵はまだ持ってないね。取引もできるのか。何かいいものを持ってないかな。あんまりいいとは言えない武器や装備ばっかりね。盾が売ってるからもしかしたら買うかも。でも現状はいらないかな。そして見覚えのあるギミック、これはまた石を吊るす感じか。さて、柵が開いたけどどこに繋がっているのやら。お、その前にエレベーターみたいなのがあるぞ。動力が通じてないみたいで動かないわね。また水を入れそうな空間と扉。さっきは魚の位置を向けて水を入れてたけど、今度はこっちに向ける感じかな。そして敵の種類が変わったな。魔法使いみたいな敵だ。ここの部屋はなんだ？何にもない部屋ね。アイテムもないし敵もいない。魔法使いか。厄介そうな感じがするよ。そして柵の先はここか。水を引き込む魚がある場所だね。どうやらまだ柵があるから、4方向の敵を倒して全部の柵を解放する感じになるのかな。さっきはサラマンダーとスライムがいてスライムのボス。ってことは今度は魔法使いのボスがいたりするのかしらね。そうなると中ボスラッシュみたいな感じになるのかな。一回スライムの中ボスを倒したし、この辺で切りつけて次回また中ボスに挑もうか。次回は魔法使いのボス戦ね。それでは今回はこの辺で。また別の動画で会いましょう。バイバイ。